別にやばいやばいやばいって思ったわけじゃないんだからすいません、あ、メイクしなきゃ、ピョンムービーのためにメイクをしたいと思います。今日はでもデコ出しぴょんぴょん、サプライズレバーさん、糸シナモンありがとうございます。ありがとう糸シナモン。こんな時間からメイクしてどこ行くのって絶対この時間にメイクすると言われるんですけど、あのピョンムービー撮るだけです。はい、ニックさん、シナモンわーありがとうございます。なんか豪華なシナモンっぽそう、豪華そうなシナモンありがとうございます。おでこと、この辺にパフパフをつけて、インスタにいいねをしました、ありがとう。くしゃみ出そう。ぬあおさん、糸シナモンありがとうございます。眉毛はいいんです、もう目だけもうどんどん、なんか前までは眉毛もちゃんとやってたんですけど、でも髪色がちょっと暗くなってからってか、そう暗くしたなってからはもういやって思い始めちゃって、そう眉毛すらやってない。ちょっとズボラすぎる、武道館の日 TikTok 撮る時間あるかな。せっかくならメイクして衣装着て撮りたい、あるといいな。こんばんは。あ、ちょ待って、めっちゃ赤くしちゃった。やばい、ちょっとやりすぎた普通に。まあいっか。
っちゃ赤くしちゃった。大丸東京店さんのハルピョンのショーケース見て、あ、ありがとうございます。そう、今 AKB 秋祭りっていうのをやってて、なんと大丸東京店さんとコラボさせて、 AKB48 がコラボさせていただいていまして、今そうずんちゃんがなんか大使みたいな務めてるんですけど、そちらで私は言っていいのかな、まあ皆さんぜひハルピョンが何を大丸東京店さんのものをおすすめしているかはぜひ現場で見に行ってみてください。知ってる方は言わないでください。ぜひ見に行ってみてください。よろしくお願いします。とっても美味しいとあるお菓子を紹介させていただきました。私は初めてこの大丸東京店さんとコラボさせていただくっていうことになって、そのずんちゃんが多分選んでくれたみたいで、そうそうそう、ずんちゃんが多分選んでくれたっぽくて、その一人一人のそれっぽいので、なんかその調べると、実はそちらのお菓子がなんとその富山のなんかあれやばい、語彙力ゼロ。美味しかったです。とっても美味しかったです。富山のとあるとあるものだったんですよ。そう、ぜひ皆さん行ってみていただけたら嬉しいなと思います。はい、ちょっとあんまり、まあ多分ね、公式ホームページとかにね、なんか動画も撮らせて、なんか動画みたいなのも撮らせていただいたんで、そういうのが載ってるとは思うんですけど、ぜひ皆さんの目で行って見て確かめていただけるのが一番嬉しいなとメンバーとしては思うので、あとなんか AKB の衣装も飾ってあって、そうそうそう、本当の本物の衣装が飾ってあるのでらしいので、まあもちろん本当にメンバーが着ていたりとか、衣装さんが大切にしてくださってる、大切に保管してくださってる衣装なので、お手手はね、ちょっと触、なんていうの、お手は触れないでいただきたいんですけど、でも本当にこの距離で見れるらしいので、ぜひ、行って見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じ。そう、なんか360度見えるディスプレイにそのしてくださったみたいで、そうなので、ぜひ後ろからも横からもこまごまとね、なんかなかなかさ、前からはさ、なんかメンバーがさ自撮りとかでさ、なんか見せてくださったり、ん、見たい、ん、写真撮ってるのを見たりとかさ、するのはできるかもしれないけどさ、でも後ろからっていうのをまじまじと見たりとか、横からまじまじと見たりっていうのって、なかなか衣装ってないじゃないですか。だからぜひ皆さんには見に行っていただけたら嬉しいなと思います。
れで撮ろう。キョピョムービー。眉毛デコ出しだから眉毛これだけどいいかな。ちょっとやっておいた方がいいか。眉毛だけすっぴん感半端ない、うん、眉毛だけすっぴん感マックス。いつもはね前髪で隠してるんですけど今日はもう一日ずっと前髪上げてたので、上げてたっていうかもう、ま、ピンで留めてたので、そう前髪を癖がついちゃってて、ほらなんか急にメイクした感出た。こっちすっぴん眉毛、こっちメイク後眉毛。本当はねこの上から眉マスカラをするんですよ。でも眉マスカラを落とすのがめんどくさいのでやりませんすいません。そうまだここら辺黒い部分とかあるじゃないですか。これを眉マスカラっていうのでなんか色をつけるんですけど、シシマンさん、シナモンありがとう、愛しいダーモンありがとう。ちょっとミラーボール歌おう。そうだあとね何個分あるんだっけ。あとねちゃんとメモってあるよ。39個分あるので、じゃあ昨日が天使の日だったということで、天使 AKB といえばやっぱりあの曲、この胸の切なさを息で吐いて、膨らんだ風船の手を離した、どんどん高く青空飛んでく秘密風に吹かれ、どこへ行くの、恋はいたずらな天使の尻尾、ふわふわどこかに逃げるの、憧れの太陽が眩しすぎる、だからそんな好きじゃないふりして、そっけない態度をしちゃうの、遠くから眺めてる私だけの片思い、もし君にこの視線気づかれたら、キュンとして心臓が破裂しちゃう、どうしてこんな苦しい気持ちになるの、白い雲に聞いてみたい、恋は気まぐれな天使の尻尾、ゆらゆら捕まえられない、初めての経験じゃ手に負えない、いつか運の風向きが変わって、偶然こっちを見るまでこの場所で待ってるわ、虹がかかる奇跡まで。
恋はいたずらな天使の尻尾、ふわふわどこかに逃げるの、憧れの太陽が眩しすぎる、だからそんな好きじゃないふりして、そっけない態度をしちゃうの、遠くから眺めてる私だけの片思い。ありがとうございます、ミラーボール、ありがとう。39個分の、1,2,3 てか A メロ B メロがめっちゃ短いんだよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16個歌いました。あと23、ありがとう。今日は1曲にしとこう。ありがとうございます、ミラーボール。というか普通に武道館が終わったら武道館の瀬戸里のやつも歌いたいなって思ってるので、待っててください。はい、よろしくお願いします。よし、ピョムービーを今撮るか、配信終わってから、いや今撮ろうっと今撮ろうっと。もう今日の時間のうちに載せちゃいます。あ、ミュートにすんの忘れた。はい、ありがとうございます、終わりました。竹兄さん、ミラーボール、ありがとうございます。あ、めっちゃミュートですよって、無音ですよってめっちゃ来てる。あ、わざとです、すいません。あのピョンムービーっていうものを毎晩撮っているんですけど、私ですね、あのピョンムービーっていうのは、あのツイッターとティックトックに一個ずつ載せてて、そう、 TikTok はもうピョンムービー用のアカウントがあって、そちらに載せているので、ぜひ皆さんにフォローしてみていただけたら嬉しいなと思っております。ピョンムービーっていうのは、まあ本当になんか私はその写真とか自撮りとかそのたどりとかよりも動いてる方が可愛いよねっていうのを、結構ファンの方だったり友達だったりいろんな方に言っていただくことが多くて、なんかだったらそのショールームってやっぱ
まあしてるけど、でもその1回の配信を見逃しちゃってしまったら、なんて言うんでしょう、やっぱ見れないじゃないですか。まあ映像倉庫さんで見ることはできるんですけど、でもピョンムービーはそのツイッターにも載せるし、TikTok にも載せるし、なのでその例えばこの時間が見れられなくてもこの時間に見られなくてもその配信をね、でもその皆さんのお仕事がない時間帯とかに、その朝だったりとかお昼だったりとか、そのそれこそお仕事終わって、はあ、疲れたみたいな時とかに見ていただけたら、なんか1日1回でも動いてる橋本春菜を見ていただけると、なんか皆さんに元気を届けられたらなって思っているので、そういうのをコンセプトに本当にたわいのない話を1分ぐらい毎日して動画を上げているものなんですけど、ぜひ、フォローしていただけたら、ツイッターはいろんなものが載っているので、多分なんか昔の動画とか見にくいかなと思うんですけど、 TikTok の方だと一応そのサムネの方に日付を書かせていただいて、この日やってるよ、この日だよっていうのがあったりとか、あとは1ヶ月に1回総集編っていうのをまとめたのを作っていて、もうね9月の分のやつじゃあ一旦見せますね。これちょっとミスってるところもあるんですけど、9月のやつがこういう総集編はこんな感じになってて、そうもう本当にザーっていうのをこうやって、こういう感じのを作ってあげたりとかしているので、そうたまになんか例えばこの日、例えばこの日は17期の2人がゲストとして出てくれたりとか、この日はチーム B の波動があったので2人トを取ったりとか、あとはレッスンが終わった後にレイちゃんと一緒に取ったりとか、そうお話し会の終わりにおりんちゃんと取ったりとか、ミッサーもいたりとかっていう、そうそうそう、こういうのをあげたりしてるので、ぜひ皆さんピョンムービーフォローお願いします。TikTok のピョンムービーの方フォローよろしくお願いいたします。はい、すみちゃんハートありがとうございます。ぜひお待ちしてます。こちらのフォロー本当に待ってます。サブアカとして運営しているので、ぜひ見てねって感じです。はい、こちら今日の分ももう早速載せたいと思います。本当に他愛のない話しかしてないんですけど、でもやっぱ配信見れない人もいるわけじゃないですか。そういう方に何て言うんですかね、見ていただけたら嬉しいなと思ってて、すごいフォロワーさんが増えてる今、ありがとうございます。
この配信を見て多分今フォローしてくださった方々ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。今日も今載せているのでちょっと待ってね、今はちょっと考え中。TikTok っていうか、あのあれをね、いつもハッシュタグを考えるのに必死です。はい10月、今日は5日、ピョンムービー。そう、まずは1000人を目指しているので、はいいや、なかなかね、公式さんが上げてくださらないんですよね、私の新 TikTok のアカウントの方そうだから、なんか多分これが本物だと思われてないっていうのも多分ある、普通に本当にただただ見つかってない、全然悲しいコシキさんあげてくださいって感じ。なんでだろう、やっぱサブアカってあれなのかな。いや、もちろん OK いただいてからちゃんとサブアカは作ってるんですけど、サブアカってあれなのかな。なんか大変なのかな。 OK はいただいてますよ、ちゃんと、どうなんですかね。ファイヤーサーフさん、糸シナモンありがとうございます。AKB 秋祭り、どっち何なんだろう、 AKB48 秋祭りなのか、 AKB 秋祭り何なんだ、どっち AKB4、 どっちだろう。でも AKB 秋祭りの方がハッシュタグ多い。48月が正解。でもなんか TikTokどっちもつけとこう、ハッシュタグわかんないから、謎、なんか、AKB 秋祭りは過去の、あ、過去のやつなんだ。なるほどね。ごめん、今白目だったよね、私今一瞬白目になったよね、絶対なってなかったかな。なってなかったならいいんだけど、わかんないや。目がシパシパ。見てない、あ、見てないってことは大丈夫か。じゃあいいや。じゃあいいや。
ゥトゥル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 投稿 OK、 ピョンムービー投稿しました。本日分 TikTok の方に。 Twitter はねもうちょっと待ってて。 Twitter は基本的に今日のなんか全部のその投稿とかツイートが終わったら載せてるんですけど、そうでも昨日はちょっとあのそんなこともなかったんですけど、そう一日の終わりにっていう気持ちでツイッターの方には載せているので、ぜひ。うお今フォロワーさん777人、すごーい。8にするのは誰だ。いろんな SNS があって大変。うん、もう私は、ね、SNS 苦手人間だからって SNS で言うことじゃないと思うんですけど本当に SNS が上手な人とかマジですごいなって思いますね。私は本当におばちゃんなので SNS がとっても苦手なので SNS が得意になりたいですね。はい、握手。初めてデコ出ししたかも、ピョンムービーで TikTok に載せてる。珍しいのでぜひ見てね。でも SNS がない時代はどうやったら、どうやって自分を売ってたんだろうって思いますね。私は、私は本当にドボンとショールームに助けられてる本当にそう、ドボンとショールームに助けられてる人間なので、うん、正直マジで、まあドボンとショールームが SNS ですかって言われたら分かんないけど、うん、でも TikTok もそこそこちゃんとなんて言うんですか、フォロワーさんもいたりとかしてるしっていうのがあるので、そう TikTok もインスタも Twitter もどれも3万人フォロワーさんはいてくださってありがたいことに、うん、どうやって、でもそれがない時代はどうやってたんだろうって思いますね。まあ、苦手なんですけどやらなきゃ広められないので、やっぱり選抜の方々がそのテレビとか雑誌とかインタビューとか、ネットの記事、ネットニュースとかラジオだったりとかいろんなものに出ている分、そこでの露出はすごい多いじゃないですか。だからそこの露出が少ない分、ない分、それをどうにか、なんて言うんだろう、自分で獲得しないと、自分でその道を開かないとできないから、 SNS は大事だっていうのは分かるんですけど苦手なので得意にはなりたいですねって気持ち。はい、今日のピョンムービー上がり遅いな、めっちゃ時間かかるかも。
もうメイク落としたい。明日はエイトってフェイスブック、そうね、なんかどっかのタイミングで急になくなった。なんかブログも昔やってたんですけど、それもなんかどこに投稿したらいいのか分かんなくなってやめなくなっちゃったし、フェイスブックもやってたけどなんかなくなったね。あれって今誰かやってんのかな。わかんないよ。フェイスブックってさ、まだ流行ってるんですか。なんか社会人の人がやるイメージ。そこら辺のなんかなんていうんですか、そこら辺でそのつながって同窓会やりましょうみたいなのがなんかフェイスブックのイメージ。うん、違うのかな、なんか大人になった人がやるイメージ。圧倒的フェイスブック、そうなんだ。国によって流行ってる SNS が違う。まあそうだよね、そりゃ。フェイスブックで同級生が結婚したのを知る。やばいやばい。Facebook 私やってないから、同級生が結婚したのも知らないんだな。じゃあもうよしさ、勝手に結婚って、なんか私の許可取らないといけないみたいになってるんですけど、それなんていうんですか、知らぬ間になんか友達が結婚してましたみたいなあるかもしれないってことでしょ。Facebook で昔の同級生とかに見つかるのが嫌。あ、まあそういう人もいますよね。別にそれはそれでいいと思うんですよ、今を生きてれば。別に過去なんて振り返る必要ない。前しか向かねえ、はい。別に前しか向かなくたっていいんですよ。うん、過去振り返ってちゃダメではないけどね、反省することは大事だけど、別に過去の栄光がうんちゃらかんちゃらとか言ってる暇があるんだったら、今を生きろよって感じ。うん、自分に今言い聞かせてます。はい、今自分に言い聞かせました、すいません。まあでも過去に例えばじゃあオリンピックとかでめっちゃすごい業績を上げた人とかだったら、もう全然過去の話してもいいと思うんですよ。はい、それはすごいことですか。うん、それはすごい素晴らしいことなので、TikTok があと 26%。 今日は8で最初に前田がお母さんになるとは。誰？8に前田さんっていたっけ？8に前田さんっていたっけ？偉大な先輩なら前田さんはいるんですけど、チームエイトで前田さんはちょっと聞いたことがないような気がしますね、私。
はい、すいません、ちょっと初めて聞きましたね。前田さんも大島さんも小島さんもいないですよね。篠田さん、指原さんは確かに普通に少なそう。エイトの話ね、今先輩にはいますけど、高橋さんはいますけど、でも2人ともはしご高だから高見菜さんとは違うじゃないですか。ね、テレ東のナレーション、あ、ありがとうございます。私もお姉ちゃん家で録画したやつを見たというか聞いたというかしたんですけど、なんかちょっとなんかちょっと新鮮な感じでした。とってもうん、なんか自分の声だと思って、そうで、最後のスタッフさんのお名前のところも一番上に橋本の名前があって、ありがとうございますっていう気持ち、うん、嬉しかったですね本当に。AKB48 が行く謎の独立行政法人、え、なんか違った。確かに自分の想像してたのと違いました。もっとなんかハキハキ喋ってたつもりだったけど、意外となんかホワホワ喋りだった。うん、喋りがふわふわでしたね。今夜紹介させていただくのはこちら、私のおすすめカルピス。こういう感じ、今たまたま持ってたから。こちらの賞味期限は2022年11月23日となっております。体にピースカルピス、ぜひご賞味ください。ウケる。寝よ、いや寝ない、まだやることが、今日は1時まで頑張ります。違うの、1時間ぐらい寝たんです今日お昼寝だから、1時間頑張る。うん、今日ちょっと眠くて寝ようと思って1時間くらい寝たので、1時間あと今日の分1時間頑張ります。はい、
ナレーションは10月2日の16時55分からテレ東さん系列で放送されました AKB48 の謎の独立行政法人をナレーションさせていただきましたので、なんか全部録画の方とか、TVer さんで放送はあるって言ってたっけ、あるのかな、ないのかな、どうだろう、今日ねコンタクトしてお昼寝したんですよね、だから目シパシパなの、自分のせい、マジ。え、なんか広告が閉じない広告閉じました、やってないかも。やってないわ、 TVer さん。悲しい。ごめん。ごめん、まあでもハルピョンはみんなによって、でもど確かに放送地域外の方々見れない、見れない、うん、ごめんね、私がいっぱい喋ってあげるよ。中小機構基盤整備3人がなんちゃらするとしたらどんなの？あ、動画投稿された、よし。いや、なんか1ヶ月続いてるね、ピョンムービーを TikTok に載せるのもエモいね、これも。エモいってどういう意味？よくわかんないけど、いや、ということで配信やめます、というか12時なんで終わり。かわいい、
待って、私の知ってる人が壇上にいる、どういうこと？見てないことにしよう。1位、菊池直久さん、ありがとうございます。2位、西くんさん、待って、君壇上にいたよね、みずみんの。3位、サプライズレバーさん、4位、エイダシアとピョンズさん、5位、ニックさん、6位、キタスト公平さん、7位、タケニーさん、8位、スミちゃん、あと年末は、読めない、年末は集会場集合するぜ、知らんけど、知らんのかーいさん、9位、サイレントムーンさん、10位、アヌワットさん、11位、ともゆきさん、12位、ベベモンさん、13位、山猫さん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと18位は、僕にできることさんです。皆さんありがとうございました。それでは今日もピョムビー見てぐっすり寝てください。じゃあおやすみなさい、バイバイ。おかず屋さん、ハートありがとう。また明日、明日はゆっくり配信できる、しばらく最後です、武道館があるからね。